こんにちは。お久しぶりでございます。マックシニアアーティストの池田ハリス・ルミ子と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。今回のゲストは、セリシュンくんでーす。おちゃっぱーどうも、セリシュンです。今日は池田先生にメイクをしていただけるということで、本日はどんなメイクをしていただけるんですか？今日のテーマは、まずは、メンズグルーミング、簡単で取れにくいグルーミングをご紹介します。実はね、その後なんですけれども、はい、スタイリッシュな地雷風メイクをね、ちょっとね、やっていきたいと思います。でも地雷メイクって結構女の子のイメージが強いんですけど。今期のトレンド、赤をベースにしたものが結構多いんですよ。そして、こう、血色系で内側からじんわりとした感じのものがアイメイクとかでも、全体のメイクでも多いので、そことちょっと地雷をこうコラボして、新しいスタイリッシュな地雷、風メイクをしてちょっとトレンディーなセリシュンくんを見せていけたらなと思ってますので、はい、よろしくぜひお願いいたします。楽しみです。お願いします。楽しみです。お顔がねすごい素敵ですから、もういろいろなお顔になれそう。よろしくお願いします。ステーチュン。まずは眉毛、アイブロウです。スキンケアと下地は済んでる状態です。製品はこちらです。まず基本的な描き方です。このようなスクリューブラシで眉頭の延長線上がまず1点目。黒目の外側を経て2点目。山を作ります。最後3点目。また小鼻を経て、目尻を経て、この部分が3点目。1、2、3と、まず印をつけてから眉毛を描いた方が左右のバランスがね、すごく良くなりますので、これ覚えておいてください。アイブロウスタイラーですね。スタイライズドとアイブロウビッグブーストジェルのスタイライズド同じカラーを使用していきます。まずは毛の流れに沿って下から上に向かって描いていきます。こういう感じですね。横に描いてしまうと囲み眉毛になってボーンとしてしたイメージになってしまいますから、下から上に向かって毛の流れを感じさせるように描いていくのがポイントです。ちょっとバランスが整ってきますよね。こんな仕上がりです。いかがでしょうか？はい、じゃあ両方仕上がりました。続いてこちらの眉マスカラ、アイブロウビッグブーストジェルをつけていきます。逆毛を立てると根元まで綺麗に色が乗るんですよ。さっきは下からこういったじゃないですか。今度はね、逆方向からこういう風に整える。あ、いい感じ、素敵よ。わかりますか？すごく清潔感がある整った眉元に仕上がっていると思います。続いてコンシーラーです。部分使いしていきます。こちらスタジオフィックススムースウェアコンシーラーです。根元はちょっと、血色を良くしたいので、このようにウォームトーンのカラーを使っていきますね。小鼻の周りとか口角は少し赤みが出やすいので、こちらのクールトーンを使用します。ふんわりこれ溶け込むようにフェードアウトさせるようになじませていきます。そして、はい、どうしましょうか？自分が気になるところでしたら、ニキビのとこだったり、なるほどなるほど、ちょっと赤み系のところ、はい、かしこまりました。ニキビ跡も同じ、小鼻と口角を隠した同じ色を使います。完成です。ありがとうございます。ちょっと見たいです。お願いします。ぜひぜひ。すごい、ここにニキビ跡あったんですけど、うん、溶け込んでるでしょ、はい、いやでもこれは本当に多分めっちゃいいです、ね、ありがとうございます。こんなに簡単に消えるんだっていうのがすごい、むしろすごい、あら嬉しい、感動です。最後プレッププライムリップのお下地、こちらをつけていきましょう。これ自分も使ってます。ありがとうございます。さすが、おすすめさせていただいて、あ、すぐ使うようになってます。ありがとうございます。これね、質感がいいのよね、はい、本当にいいですよねこれ、うん、ありがとうございます。こちらは本当にね、縦じわももうピンとしてくれますし、色持ちがいいのでおすすめですね。ではメイクに移ってきますよ、ポイントの、はい、お願いいたします。で、今ですね、セリシュンくんにはアイベース、こちらを使ってます。では、こちらの2色、こちらをね、ふわっとしたブラシでつけていきますよ。なんか自分的になんか地雷風メイク、うん、ピンクとかピンク系の赤のイメージが強かったんで、その赤いのがすごい新鮮だなと思います。新鮮だし、どうなるのって感じよね、正直ね、はい、じんわりメイクを作るには内側から外側に向かって、まつげの際から外側に向かうことが大事です。まつげのラインにこのように目尻からトントントンとつけていきます。そうしたら下まぶた、まつげのラインに沿ってスライドしていきます。ふわふわっとのせていきます。これがベースになってきます。
続いてちょっと濃いめのカラーを使います。濃いめのカラーを使うとさらににじみ出るようなあの感じも出ますから、そうすると立体感つきますよね。でこちらをですねちょっと細かいアングルブラシ208番のブラシを使います。下まぶたの目尻まつげのラインに沿って内側から外側に向かってぼかしていきますよ。フィーラインという黒のラインを使っていきます。柔らかいのでねすごくあのぼかしやすい。こちらを下まぶた目尻の方だけちょっと使っていきますね。この下まぶたの目尻のほんと先だけですね、ここにつけていきますよ。ドキドキでしょう。ドキドキです。全く想像がつかないんで。そうだよね、はい、まさか自分が地雷踏メイクするとは思わなかった。まさかね、はい、事務所の方たちありがとうとかね、うん、いろんな可能性をね本当に。はい、メイクが完成しました。ちょっとバランスに合わせてねコンタクトハイライトもちょっとしてますね。はい、どうです、見ました？まだ見てないよね。見てないです。ちょっと見ていただいちゃおうかしら。本当ですか？いいですか？お願いいたします。いやちょっと緊張するな。せーの、ドン。ちょっと上気味で見ていただいて。すごい、すごいよ。本当に地雷風になってる、うん、だけどなんかこう仮装って感じじゃなくてちょっとこうスタイリッシュで新しいこうトレンディーで、ここからだったら少しずつこう取り入れやすいのかななんて思いながら。そう、うん、この目元がぼかしがすごい、横顔がすごい素敵。やった、うん、私が言っても喜ぶ嬉しいです。すごい素敵。すごい、さっきと本当に違いますね。あの、うん、整えた感じと、また本当に。ありがとうございます。すごい。もうすごいしか言えないんで、大丈夫ですか？いや、もうすごい、もう最高のプレゼントでございます。ですか、うん、では、ドラマチックな、はい、こう、じんわりとした、スタイリッシュな、長いわね、私もいい。はい。じゃあ、チークをつけていきます。グロープレイブラシのトータリーシンクと、こちらをね、この170番の密集してるブラシでなんとつけるんですけれども、簡単なの。トントントンとするだけで、そんなに色も濃く出ないので、使いやすいかなと思います。はい。じゃあ、男の子が、その彼女とかにプレゼントするときってじゃあありですね。さあそこまで考えててさすがプロありがとうございます。ちょっとね見ていただくと分かりいただきます。透明感が出てる感じがするんですよ。そうすると先ほどのこう赤色のトレンディーなカラーが映えるのかなと思いますよね。やっぱり肌きれいに見せるのも大事ですよね。では最後にリップをつけてバランスを整えたいと思います。これなんですけれども、これね新しく出たばっかりなんですよ、こちらをねつけていきますよ。いいんですか、そんな新商品を。いいですか、つけちゃって、はい、お願いします。トン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 ってマットとツヤのある質感だとあの立体感がつきますし、今シーズンの本当にザ・トレンド真ん中にど真ん中になりますよね。できましたわよ。ありがとうございます。ちょっともう見ましょう。見ていいですか？うん、すごい素敵。ちょっとリップを塗るっていうのがあんまなかったんだよね。そうだよね、そうだよね。どんな感じなのか、うん、じゃあいきます。はい、じゃじゃん。すごいでしょ。めっちゃプルプルしてますね。めっちゃプルプルしてるでしょ、うん、今このメイクがあっていい感じになってるのもありますけど、うん、普段からも使えそうな。そういうこと言わね、さすがプロ、その通りです。今ね、口紅つけてる方多いですよね、男性の方とかでも。そうですね、増えてきてる。増えてきてますよね。ちょっとこう色を加えるだけでぷっくりして見えますし、清潔感もプラスされるから、ちょっとおすすめです。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとトレンディーなっていうところもやっぱりプラスしたいなと思うので、はいはい、MAC でも大人気のダズル、シャドウリキッド、こちらを目の下の真ん中にちょっとつけていただこうかな。簡単だから、はい、ちょっとコーディネートしていただいて、はい、じゃあやっていただきましょう。はい、はい、お願いします。まつげラインに沿って、ちょっとこんぐらいですか？うん、いい感じよ。もうすごいいい感じ。上手。本当ですか？うん、つけていただきました。トレンドでもすごくねキラキラはイットでございました。ありがとうございます。はい、完成いたしましたよ、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。すごい素敵。正直ね、
多少ドキドキしたよね、どうなるかって。どうなるんだろうって思いました。すごい素敵、ものにしてる。ありがとうございます。さすがテニスと。いや、そんなことない。いやいやいや、もうテミコ先生のおかげで多分私なんかです。いやもうそう塗ってみて、本当さっきはマット感というかクールな感じ、ね、クールな感じだったんですけど、うん、ラメ入った瞬間にちょっと印象また変わるんだなと思ってね。なんかクリッとした目元がさらにクリッとしてる、うるうる感が出てますよ。ありがとうございます。ねえ、もうすごい完璧じゃない、お顔。完璧ですね。皆様ご視聴ありがとうございました。皆さん、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ではまた。